どうもしゅんです。こんにちは。こんにちは。はい、ということで僕は今日、アロージャパンさんという会社さんのインターンに参加させていただけるということでオフィスにお邪魔しました。アロージャパンさんの木野さんと根崎さんです。よろしくお願いします。お願いします。 DJ 木野です。根崎です。木野さんは YouTube チャンネルもされてます。なんとですね、ハワイ旅行に、あ、旅行じゃない、ハワイに行けるインターンっていうのがあるんですよね。はい、そうです。で、毎年そのハワイに行けるインターンっていうのがあって、今年も開催されるということで、でそれにはなんか3万回ぐらいの選考があって、それに勝った人が最終的に行けるんですけども、そのファーストステージに僕は今日参加させていただきました。イエーイ。ところでなんですけど、アロージャパンさんは何の会社なんですか？はい、私たちの会社は、未来の当たり前の世界にっていうものをビジョンとしてお仕事させていただいてるんですけども、はい、まあ、業界とかにとらわれた仕事ではなくて、まあ、これからね、この世の中どういうものが必要とされるのかっていうのを考えながらお仕事をいろいろしているので、特に何なんか IT とか、まあ、いろいろあるわけではないんですよ、はい、で今は、まあ、メインで、お仕事業務としてさせていただいているのは、まあ、携帯の代理店であったりとか、採用のコンサルティング、あとは採用のツールを、作っていたりとか、そういうものが今メインで、させていただいてます。なるほど。こういう時はイエーイってやってますけど、今もちょっとメリハリがあるっていうところで、そうですね。基本的にはやっぱりこうグループディスカッションで、はい、なんかちょっとこの社会問題に対してのテーマがあって、いちょっと解決するのが多いんですけど、はい、僕たちはもう無人島からいかに逃げ出すかっていうなるほど、本能に問いかけるインターンシップやってますので、すごい楽しみ。そういうところが楽しめるようになってくる、来てるっていうところですね。いや、本当に楽しみです。てか僕今から参加させていただくんですけども、その様子とその後のその選考のどこを見てるかみたいなところまでお聞きできたらいいなっていうふうに思っております。今日はよろしくお願いします。お願いします。ドゥルン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 。インターン初めて来るよって人、今日どれぐらいいますか？あ、めっちゃ多い。皆さん、お名前とニックネーム書いてもらったと思うんですけど、話し合っていただきたいなと思ってます。福田俊と言います。ニックネームは、特にないんですけど、俊と呼んでください。頑張って突破してハワイに行こうと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。ハワイにみんなを招待します。で、まあ、飛行機乗っていくんですけど、エンジントラブルに乗って南の島に不時着しました。どうやって脱出しますかっていうので、ミッション2つあるっていうのが、わからない。誰か来てくこれ行きました。これ分かんない。あ、これ行ける、これ行ける。いや、行けた、行けた、行けた、日本、日本みたいな。いいから、でも、ないよね。あー、オッケー、オッケー、オッケー。なるほど、なるほど。絶対違うんだよな。絶対違う気がする。見た方がいいっすね。全然違う。全然違うじゃん。全然違った。やっぱ終わった。リアル脱出ゲームのインターンをちょっと体験させていただいたんですけど、めっちゃ楽しかったんですよ。本当に楽しかったです。よかったね、はい、なんかそのリアル脱出ゲームっていうとか、ハワイとかでなんか楽しそうっていう風にただ来た、取材したいって思ったのが正直な気持ちなんですけど、ちゃんと学べるところとか、そのグループワークを通して、なんか本質的な、例えば何ですかね、ゴールは何かを意識して、その手段をいろんなパターンから考えるみたいな、なんかいろんなことも学べたので、すごく良かったです。ありがとうございます。わかってるね。わかってるね。今回 その脱出ゲームの一番の目的みたいなのは、どういったところにあるんですかね。その選考基準において
一番大事にしていることみたいなのを教えていただけたら嬉しいなっていう。でもやっぱ、はい、まあ、チームでやるようなワークになっているので、はい、まあ、チーム同士でメンバーとどういうコミュニケーションを取っているかとか、まあ、相手へいかに配慮しているかみたいな部分が結構見てるんですね。ディスカッション内容を細かく聞いてるかって言ったら実は全然聞いてなくて、はい、まあ、仲間へのなんか、まあ、相手が話してる時にしっかり目見て話聞いてあげてるかとか、うん、相手に検査してしっかり受け入れてあげられてるかどうかみたいな、そういった部分を結構ワークで見たりとか。そうなんですね、はい、じゃあなんか結果みたいなっていうよりはそのプロセスを見られているっていう。そうですね、結構内容みたいな感じで思われがちなんですけど意外と聞いてはないですね。なるほど、なんか達成度見ると 2% ぐらい出なかったなって思うんですけど、まあちょっと次回リベンジさせていただきたいなっていう。ぜひぜひということで、こんな感じで楽しい雰囲気のインターンなんで、よかったら皆さん参加してみてください。はい、お待ちしてますということで今日の動画終わりです。チャンネル登録お願いします。じゃあな、じゃあな。